こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。オフロードマウント富士とドラゴンラビットです。それでは見ていきましょう。ということで、なんとユニトロボーンから新しい商品が2つも出ました。しかもなんかこう新年に向けた結構和な商品がね出ました。ということで見ていきましょう。まずはこちらオフロードマウント富士、はい、これ箱なんですけれども、はい、キャンプ場でありえない合体ということで、この富士山とこの日の出を見ながらっていう感じですかね。はい、そしてこっち、このドラゴンラビット、はい、はこんな感じになっております。この、干支ですね。十二支。ね、ね、牛、虎、う、辰巳、馬、羊とかありますけれども、それの、今年2023年の干支、うさぎから、このドラゴン、ま、竜ですね、辰にこう、バトンタッチするみたいな描写が描かれてますけど、行く年来る年でありえない合体って書いてます。こういう干支ネタも拾ってくるんだっていうね、ちょっと面白かったですね、これに関しては。ということで、早速、見ていきましょう。いや、このさ、マウント富士をさ、ね、富士山持ってくるの面白いですよね。これ普通になんか浅草のお土産屋さんとかで売っててもおかしくないよね。はい。で、これオフロードなんですけど、これなんと、はい、タイヤ、回ります。なので、こうやって走らせることができると。じゃあ合体させていきましょう。はい。合体！はい、なんか飛び出しました。はい、こっちか。はい。で、ここの足を、下に下ろして、ここ畳んで、この尻尾を出して、上げて、はい。で、ここから腕を出せば、はい！これで、なんかすごい、なんかドラゴンみたいなものになりましたと。顔がね、かっこいいんですよね。なんか、サメみたいな顔してる、これは。ね、怪獣ですね。はい。ということで、こんな感じになりましたと。じゃあ次！こちら、ドラゴンラビット行きましょう。このね、ラビットなんと、見えるかな？ちょ、ピントが、はいはい、これ脂肪加工みたいな、こういう、ザラザラ、この、なんか、ウサギの、多分、モフモフ感をこう、この造形で再現してます。うん、茶ウサギだね、これ。うん。茶ウサギと、この、ゴールデンドラゴンかな、これは。はい、色が。で、これ口が開く。めちゃくちゃかっこいいんだよね、このドラゴンの顔。で、火みたいなね、はい、造形がありますよと。で、鱗もほら、細かく、はい、造形されております。じゃあこれも合体させていきましょう。はい、合体。はい、おっと。こうなって足を伸ばしてあげて、で、後ろから、この足、つま先出して、で、ここの耳をこう畳んで、で、パカッと開けると、はい、顔が出てきて、これで、ユニトロボ、ドラゴンラビットになりますと。いや、めちゃくちゃ人型なんですよね。これ、かっこいい。このさ、ドラゴンのほら、この体がなんか、肩の、なんか鎧のね、あのなんか三国志とかに出てきそうな模様になってるっていうのが、面白いですよね。で、このドラゴンの顔と尻尾が腕になってるっていう、この炎もね、かっこいいっていう、こうまさかのね、こんなかっこよくなっちゃうっていう、はい、こういう2つだったんですけれども、ユニトロボーンはここからがおもろいということで、なんかね、合体させていきましょうか。まず、このマウント富士、あ、ちょっと待って、これ外れた。この普通に簡単につけられるやつですね。はい。マウント富士からやっていきましょう。はい。ここの上、このさ、オフロードが結構顔のみのタイプだから、その顔のみのタイプ実はいるんですよね。はい。こちら、犬、ドッグね。はい。ショベルトレジャードッグのドッグだね。これをここにつければ、もしかしたらいい感じに、いけ、おー、頂点、もう、空を向いているね、これ。あ、犬の顔が逆に前向いてるから、あ、なんか、おもろいね。こういうこともできてしまうと。はい。で、ちょっとこれ以外にもちょっと頭シリーズがね、割とあると思う。このホットドッグ。これも、行くんじゃないか。あ！来た！あ、これ、
お、いいいいいい、ほら首長になったけど、はい、ありありですね、これ、うん、この富士山ホットドッグ、富士山の頂上でこのホットドッグを食べるっていうことなんですかね、これは。はい、いや、でここにちょっと個人的にこちらロブスターね、エッグプラント なんちゃらの方の青いロブスター、これを合体させてみたい。こうやって、はい、これいけるんじゃない、はい、あ、いえ、めちゃくちゃかっこいいじゃん、ありだよね、ほら腕がもう1、2、3、4、5、6本みたいになっちゃってるけど、この下半身としても使えるわ、このマウント富士は。あ、これ一番面白いかもしれないね、はい、っていう合体ができますと。いや、このオフロードもね、何かしらに合体させていきたいんだよね。いや、でもこれちょっと難しいかもしれないね。なんか今んとこちょっと見つからないっすね。まあ普通にこの、まあロブスター使ってるから、そのロブスターの下の部分を合体させて、こっちだったっけ、はい、逆か、こうか、はい、でこれの上につけちゃうっていうのもありかな。あ、なんかちょっと、うん、タワーみたいになりましたね、はい、こういうね、はい、タワーにできると。まあ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 って感じでしょう。あ、ちょうど水色で頭開いてるのがいるね。これが、ちょ、あれあれ、なんか久しぶりすぎて、こうか、はい、こうやって、でここパカッと開いて上げて、そうだね、足出して、ここが開くのよ、顔の部分が。ちょうどだからここにくっつけてあげればいいんじゃないのってことなんですけど、おっと、はい、どう、あ、なんか見て、こういうちょっとね、四足歩行のなんか、めっちゃ下向いちゃってるけど、はい、こういうねのもなんかいそうではあるよね、はい、あ、これもありだね。ちょっとめっちゃ下向いてるけど、はい、まあこんな感じですと。じゃあ次、これがね結構難しいんですよね。初のパターンだからね、今までのユニトロボの中で、この後ろの肩と腕、そしてこの腕以外の体を担当してるユニトロボーンが初すぎて、ちょっとわかんない、これに関しては。ちょっとこれいくか、バナナジュース、はい、あ、縦になるんだね、はい、こう縦になっちゃうからフュージョンしそうな感じになっちゃってるけど、そっか、こういかないんだよね。そう、これがやっぱねちょっと難しいのよ。え、どうしよう、これ、さてこうスパゲッティいってみよっか、色的にも、はい、スパゲッティが、あー、やっぱちょっと横になっちゃうんだよね、みんなフュージョンしちゃうんだよ、これ、こうやって。いや、これむずいぞ、だいぶむずい。さて、はい、ハイスピードトレイン、うわやばい、これ激ムズだ。ちょっとどれに合わせていいかわかんない。まあこのね、なんかどれに合わせても変になる合体みたいなのもユニトロボンらしいけどね、はい、これはなんだ、あ、無理だ、これは無理だな、はい、うわー、ちょっと無理すぎる。ちょっとクロコダイルいくか、はい、クロコダイルが、はい、こんな感じ。あー、もうわかんないわ、もう何がなんだか、はい、いや、これちょっと激ムズですね。パイナポーいく、あー、なんか変になってる。いや、これちょっと
無理だねこれ。ちょっと初の無理が出たかもしれない。こうああ何にもならない、何にもならない。これちょっと、これちょっと一旦置いとこう一旦置いとこう。こっち行くか、こっちはこれはちょっと入りませんと。これはやばい、これもむずいぞ、これも激ムズです。はい、後ろにホットドッグ、はい、これもねちょっとね、はい、うーわーこれすごいぞ、このドラゴンラビット。ちょっとドラゴンラビットがむずすぎる。ちょっとなんかドラゴンラビットと合いそうなやつ皆さんコメントで教えてください。ちょっと僕は見つけられないかもしれない、今回これむずすぎる。ドラゴンもラビットもやっぱ新しいから、これに対応できるユニトロボンいないかもしれないな、初すぎて。うわちょっとこれ悔しいね。はいはい、という感じで、まあこっちのねマウント富士は、まあ、まあいつも通りいろんなやつと合体楽しめますと。まあこっちももちろん合体ジョイント共通なんで楽しめるんですけれども、こう合うやつ見つけるのが難しいね。まあそのユニットロボンはありえない合体っていうのを推してるから、別にそんな正しいこうなんかロボットの形とかなんかね、変形に、正しい形になんなくても変な形になっても全然いいね、あのおもちゃなので、まあいろんなのとね合体させてなんだこれっていうのをまあ楽しめばいいんじゃないかなと思うんですけれども、いやこれはむずすぎたね、ドラゴンラビット。なんか皆さん、このドラゴンラビットのドラゴン×何々とかラビット×何々いいですよっていうのがあったらよかったらコメントお願いします。ということで今回の動画以上になります。いいなと思った方、ぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。